イラゴビューホテルは、愛知県田原市イラゴ岬にある、日本ビューホテルが運営する、リゾートホテル。1968年開業。海抜約100メートルの三方を海に面した高台に、あり、遠州灘と伊勢湾、三河湾、及び上島、東志島などの三重県戸橋の島々を一望できる。また、眺望の点で優れているため。 屋上に放送局のライブカメラや地元自治体の防災カメラなどが数台設置されており、東海地方のニュース、天気予報番組を中心にこの屋上からの風景映像が放映されることがある。開業からかなりの年月が経過しており、順次改装工事が実施されている。大屋上と軽食コーナーは2008年、レストランと最上階の客室は、 耐震工事と合わせ2013年に全面ニューアルされた。南側の海岸に日出の石門と呼ばれる岩礁があり、その展望地となる日出園地への遊歩道が整備されている。日出の石門と伊良子岬との間には小石ヶ浜が広がっており、その傍らを愛知県道497号田原豊橋自転車道線が通っている。また北西には 宮山原子林がある。JR 東海道本線、飯田線、名鉄名古屋本線と与橋駅、及び、伊良五港から、送迎バスが運行されている。ただし事前要約制となる。ありがとうございます。